株主の皆様、高い席から、失礼いたします。先ほど議事録から、紹介いただきました。私、日本和総ホールディングスの営業統括をしております同面と申します。若干早くながら、皆様の前にですね、お話をさせていただくの大変恐縮なんですけども、最後までお話していただければなというふうに思っております。私事なんですけども、実は私この会社に入社しまして、10年経ちます。実は2年前の株主総会で、実は取締役として、株主の3分の2のですね、賛同を受けて承認されまして、約2年前に取締役になりました。その2年前はというのはですね、ちょうど2016年に当たるんですけれども、その2016年の時にはちょっと西日本の営業の責任者として大阪に、おりました。はい、その時実は、営業統括を、しておりました、取締役がですね、ちょっと病気で、ちょっと倒れて、その後ですね、その年の9月に、亡くなってしまったんですけれども、その後ですね、会社としてはちょっと、大切なリーダー的な存在がですね、亡くなったということを受けて、トーンダウンしそうになった時にですね、改めて私どもの会社というのは何なのか、どういうことを求められているのか、何をしていかないといけないのかということを30代40代の社員を中心にですね、いろいろと話し合いました。その時に代行で、議長である吉田が営業統括を代行しておりましたので、いろいろと本当に生意気ながらも私にやらせてほしいということを、懇願させていただきまして、その後、2017年に向けての、数ヶ月間で、準備をしました。はい、じゃ実際に2017年、どういうことをやったのかということをちょっとスクリーンを、見ながらですね、ご案内をさせていただきたいと思いますので、お願いします。はい、2017年はアメーバ経営イコール社員参画型経営ということを、目指しました。これは実際にですね、当社の、リスクというところに過去に、代表取締役である吉田にですね、依存度が高いといったところも、公開を、発表させていただいたことがあるんですけれども、やはり我々役員一人一人、または社員一人一人が私たちの会社なんだと、この会社をやはりお客様や株主の様のため、またお取引先のためにどういったことを求められて、どういったサービスをしていかなければこれからですね、勝ち上がっていけないのかということを、やはり当事者意識でそれぞれ考えていくということをやってきました。次進めてください。はい、その2017年を第二創業期元年といったことで、これから新しく会社をですね、1984年に創業したこの会社なんですけれども、やはり改めてこれからもう一度会社を立ち上げていこう、そういったやっぱ真剣に立ち上がるやっぱ一人一人のですね、スタッフ、が必要なんじゃないのかということで、こういったスローガンを立ち上げてきました。はい、そこでやっぱりみんながそれぞれですね、やっぱ創業者になっていこう、やっぱ創業者になっていくということはいろんなことが気になります。お客様のこと、そして、自分の施設のですね、拠点の事務所にかかるですね、経費であったりとか、これから展開していこうというサービスであったりとか、そういったことを一つ一つ、今までどこかもしかしたら会社が何とかしてくれないか、上から指示が降りてくるんじゃないのかなというところが、私自身ももしかしたら、心のどこかにあったかもしれません。そういったところをですね、今一度僕たちで作っていこうよといったことをスローガンに、スタートしたのが、2017年です。その中でやはり一番力を入れていったことはですね、ビジネスモデルのアップグレードです。当社のビジネスモデルは教えて伝えて流通を促す、といった、先ほども、ビジネスモデルの動画を、流させていただきましたけれども、はい、たくさんのですね、やっぱ人に集まっていただいて、そこでやっぱ着物が着られることであったりとか、着物の知識であったりということを伝えて、そして商品、和装品を流通を流していくこと、ここをやはり今一度どうやったらもっとですね、たくさんの方が着付けを習ってみたいなというふうに思っていただけるか、どういう方々がもっとですね、あ、もっと着物を着てみようかなというふうに思ってもらえるかなといったことをもう一度考え直し、これをどうやったら今の時代に合わせてですね、アップグレードしていけるかということを、取り組んでいきました。はい、その中でやはり一番大切な、やはり収支管理の徹底ということで、我々いろんなことを、展開している中で、やっぱ催事であったりとかですね、着付け教室であったりとか、拠点ごとであったりとか、その採算の PDCA の徹底ということを、実施
してまいりました。はい、やはり売り上げが高ければいいというふうにも思っておりません。高ければ高いほど、もちろん故障とはありませんけれども、それに伴う即販機で、はい、経費であったりとかっていうそのバランスということを、各社員一人一人がですね、考えていくような、そういった体制組織にしていきたいというふうに思い、それぞれですね、どういったものにお金がかかって、どういったものに利益が出てくるのかということを一人一人がですね、考える組織にしていくということが昨年の2017年でした。はい、おかげさまで本当に、皆様のおかげさま、また取引先様、そして、お客様のおかげですね、大きく増収増益といった、結果に出せることができました。それではこれからですね、じゃあ今年一体どういったことを日本放送がやっていくのかということを少しお話しさせていただきたいと思います。今年のテーマはリサイズアップです。はい、リサイズアップ、リサイズというとですね、よく画素数を小さくしたり大きくしたりといった言葉で使われるんですけれども、このリサイズというのは当社の中でもいろいろな催し、また拠点、そして企画の内容によってその大きさをですね、どういうふうに大きくしようか、どういう時に小さくしていこうかといった、そういったリサイズをしっかり適材適所で行っていき、それをやっぱ業績アップにつなげていこうといった思いを込めてこのテーマにさせていただきました。まずは、人物お金情報といったことで分けてお話をさせていただきますと、まずは人、当社の、人材は、宝というふうによく、言われておりますけれども、当社の社員の研修の充実といったことで、当社の同じ業界、そうですね、当社以外でいういわゆる、小売店さんであったり専門店さん、呉服を扱っている和装品を扱っているそういった、専門店さんの、代表者の方に来てもらって、実際に同じ業界の方が当社の社員に向けて実際に小売店ってこんなことをやってますといった、そういった研修をですね、やってもらったりとかってことを、導入していきたいなというふうに思っております。はい、そして当社のビジネスパートナーでもある、先ほども説明がありましたけれども、委任契約を結んでいる講師、はい、講師の方は一番、消費者の方、お客様と一番接する機会が多いです。そういった部分でやはり講師の皆さん、たとえ取引先、という立ち位置でありますけれども、しっかりとした充実した OJT が、必要じゃないかということで、顧客満足度の高い講師の方に研修を実施し、それをまたお客様の顧客満足度向上につなげていくといったことを実施していきたいと思っております。はい、またお客様といった立場でお話をさせていただきますと、休眠顧客と言われている部分なんですけれども、いわゆる当社の教室に通われたけれども、そこから少し当社と足を遠のいているお客様に対して新しいサービスを導入しようということを今検討しております。どういったサービスかと申し上げますと、はい、リクエスト教室といったことを考えておりました。今まではスタートする日にち、授業の回数、授業内容、場所といったものは全て当社の方で指定させていただいた、そこからお客様の申し込みがあるといった教室を展開しておりましたが、お客様の好きな日時、お客様の好きな場所、お客様の、好きな回数、お客様の好きな時間帯といったことで、そのお客様のリクエストにニーズに全て合わせて教室を展開していくといったことを現在、企画を考えております。そういったことで、まあ、人という部分では社員や講師、またお客様といったところに充実した、サービスを展開していきたいなというふうに思っております。じゃあ次お願いします。続いて物ですね。はい、まずは東京都ですね、首都圏の営業体制、今までは2つの、営業体制で、やっておりましたが、今年から4つの営業体制に、変えました。こちらのマップにも、ありますけれども、こういう東京都ですね、こういったふうに4分割で、分けております。それぞれに責任者を、配置しておりまして、これはまあいわば、大阪都構想じゃないんですけれども、大阪市を、200何十万人の、人口の方を市長一人でやはりサービスを展開していくというのは無理だといったことで、それを分割しようといったそういった構想がありました。当社も、この23区以外、東京都に住まれているやはり会員様、そして新しく教室に申し込みたいというお客様に対するそういったサービスであったりとか、やはり通うところにも目が届くといったようなことをしていくためには、やはり2人の目よりもですね、4人の目でやはり見ていって、
お客様のですね、サービスを展開していった方がいいんじゃないかといったことで、今回こういった体制を、取ろうと、取り始めました。施設の見直しといったことで、市場の大きさに合わせたサイズを見直しといったことなんですけども、これはですね、例を挙げるでしたら、現在当社横浜局といった拠点がスカイビル横浜駅からすぐですね、ところに施設を構えております。こちらの横浜局の改造を考えております。なんで改造するのかと申し上げますと、施設が横浜局には2つの展示施設があるんですけれども、現在たくさんの方からのお申し込みであったりとか、たくさんの既存の会員の方が今毎月毎月当社の催事また企画に参加していただいております。それに合わせてやはり2つの展示場よりも3つのサイズに変更した方がいいんじゃないかといったことで、それぞれの市場の大きさですね、それに合わせたやはり施設の見直しといったことをこれから展開してまいりたいなというふうに思っております。はい。そして商品装備の大きい実現といったことで、やはりお客様へのお求めいただいて、着物というのは先ほども動画でありましたオーダーメイドでございますので、やはり検品検断をして、はい、裁断をして、はい、縫製をして、また検品をして梱包をしてお客様にお届けするといったものに、やっぱある程度の時間がかかっております。これによってですね、やはりお客様お求めいただいた時からやはり早く納品されればされるほど、やはりお客様の喜びという満足度というのは上がるというふうに思っておりまして、やはりそれを実現させることによって、より一層ですね、2ヶ月で届くところと1ヶ月半で届くところと、やはり1ヶ月で届くところではやはり違うと思っておりますので、その早い納品を実現させてお客様の満足度に上げていきたいなというふうに思っております。はい。続きまして、お金という部分でお話をさせていただきます。はい。今まで当社の、ビジネスモデルの中でですね、新規のお客様の、販売会の機会が第2四半期と第4四半期に多いということで、第1四半期と第3四半期よりも第2四半期第4四半期にどうしても売り上げ、というものが、上がってくるといったところが、ございました。昨年からいろいろと準備を、始めておりまして、実は、第1四半期第3四半期の予算配分の見直しで予算の凸凹をなるべく抑えてリスクヘッジを張っていきたいなというふうに思っております。はい。やはり第1四半期第3四半期というのは既存のお客様であったりとかの方々にいろいろと催しをご参加していただいているんですが、ここのやはり凸凹をなくすことによって、はい、安定した四半期のですね、売上、利益といったものをしっかりと確保していける企業、そういった体質を目指していくといったことを今年、スローガンに置いております。はい。次お願いします。はい。次は人物お金の情報になっております。当社社内ネットワークといったものがございまして、社内の中では X チームという名前で呼ばれております。この X チームっていうのは社員、そして講師認契約を結んでおる講師、そういった方々がのみが見れる、社内の掲示板です。はい。そういったところで、大切な情報であったりタイムリーに伝えないといけないということを、やはり情報共有を徹底していくということをさらに強化をしていきたいなというふうに思っております。そして、販売店であるメーカー、問屋、ここ先ほど説明がありました加盟店と、当社は呼称しているんですけれども、3ヶ月に一度ですね、情報共有の場を、導入しようと思っております。実際に、現場で、お客様に接客して商品の説明、そして、商品のストロングポイント、メリットデメリットを伝えていくというところがこの販売店の方々が中心になってお伝えをさせていただいております。やはり、この方々が消費者の方と直接やっぱ接客をされる場でもあります。やっぱそういった時に実際にお客様からお喜びの声ももちろんいただきますけれども、時にはお叱りの声もいただいております。そういったお叱りの声をいただいた時に、じゃあ今後どういうふうにやっていったらもっと喜びの声に変えていけるだろうといったことをですね、こういった場を通じて、約50名の近いですね加盟店のスタッフの方にお集まりいただいて、じゃあこういうことが起こりましたので次はこういうふうにやってみましょう、こういうものに対してこういう準備をしていきましょうといったことをお話を、お互いに情報交換とまた改善事項をですね、話し合っていく場を作っていきたいなと、思っております。はい。当社はですね、実は今日私が持ってきたんですけど、
実はこれ8年前に私が社員の時にもらったタオルです。実は薄くなってるのは私はこの2日に1回顔を洗って使ってるんでちょっと薄くなってるんですけども、はい、目指せ日本一というふうに書いてあります。日本和装はですね、日本和装事業はこの着物業界で日本一になります。どういった部分で日本一になるかといったことで、私は取締役と立場ながら大変なめきなことを申し上げさせていただきますが、当社の企業価値、時価総額といった部分はまだまだ低いと思ってます。もっともっとですね、ポテンシャルがあると思っておりますので、ぜひ、今後のですね、日本和装に期待していただきたいなというふうに思っております。以上、私からのお話でした。大変ご清聴ありがとうございました。これからの今後の戦略について